ハイカラ万歳。今日のゲストは4月21日、一つという曲で、メジャーデビューしました歌手のシンディさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とってもね、笑顔が素敵で明るいですね。ありがとうございます。素敵と、ね、ありがとうございます。さて、先ほどコマーシャルの前に、人とようさんが、はい、作詞を手掛けてくださった、はい、私の虹という曲、はい、なんか3度ぐらい、はい、人とようさんにもお会いになったということで、ね、そうですね。ですごい有名な方で、うん、難しい先輩じゃないですか。大変今有名ですよ、はい、もうそうですよね、はい、難しいと思ったんですが、全然クールな、いい、明るい性格で、全然難しいと思ったんですが、普通の話で、あ、いい、大丈夫、生活どう、美味しいもの食べたみたいな、すごい良かったんです。優しくじゃあ、はい、この、CD はね、本当お買い求めいただいて得すると思います。だってこのね、たけしさんの番組でも流れていて、た一つが入っていて、ね、はい、これはなんと武部さんと益子さんの作品だと、はい、ね、で、はい、今度カップリングの私の虹は人とよさんが作詞をされたということですから ね、 そうですね。2曲目に泣いてもいいんだなという、泣いても、泣いてもいいんだなという、泣いてもいいんだな、はい、いいんだな、いいです。泣いてもいいよ、ね、はい、そういう恋愛の話もちょっと入ってるので、もうぜひね、違う雰囲気、違う感じのね、はい、ちょっと違う感じなんですね、曲が入って盛りだくさんでございますんでね、はい、ぜひお買い求めいただければと思います。なんか好きなアーティストは日本でいうと彩香さんと小袋さん。はい、私去年の、うん、紅白を初めて見たんですが、うん、そこで彩香さんと小袋さんを初めて見たんですよ。彩香はね、はい、しばらく休業する、そうですよ、ね、最後のステージだったんですよね、確かね。でもすごいと思って、彩香さんのような歌手になりたいと思ったし、小袋さんとは一緒に歌いたいと思ってんで、あ、そう、はい、いつも言ってるんですよ、どこかでいつかはその耳に伝わるなと思って、うん、そうですね。小袋さんね、この夏もコンサートライブやりますが、はい、なかなか手に入らないぐらいの人気ね、ね、もう日本でも本当トップクラスのアーティストなんでね、はい、まだ遠いんですが、いつかは。でも彩香さんも小袋さんもね、実力ある歌の上手なアーティストなんで、そういうところはシンディさんも共通点ありますよ。あ、本当ですか、頑張ります、うん、彩香さん、小袋さん、シンディになるように。そうだね、頑張ります。でも韓国出身で日本で本当に有名になってる女性のアーティストって他にいます？ボアさん。ああ、そっかそっか、はい、そうだね、はい、ボアさんいますね、うん、そっかそっか、そういう面じゃ可能性ありますね。もう、ね、はい、頑張ります。頑張っていただいて。はい、東方神起とか本当に韓国のアーティストさんがたくさん日本で人気を博して、はい、来ましたね。びっくりしました、日本に来て。あ、こんなに人気があるのかと、はい、韓国ではもうすごい歌手が日本で活動してるとは知ってたんですけど、こんなにかは知らなかったので。もうすごいんですね。なるほどね、はい、そんだけで昔は日本のね、はい、女性たちが韓流のドラマ、はい、ね、冬のソナタが初めだったと思いますが、はい、天国の階段とかいろいろあのワルツとか、はい、そういうのにこうどんどん惹かれていって、はい、まずドラマから入ったんですね。そうですよね。で、今度そのドラマの挿入歌が、はい、人気が出て、はい、で、今や本当東方神起とかもろもろ、はい、アーティストさん、音楽も韓国の音楽がね、はい、すごく人気が出てきていて。ありがとうございます。で、聞くところによるとワウコーリアという、これ韓国の音楽情報なんかもろもろ、そうですね、取り上げているサイトがあるんですが、はい、ここでも、シンディさんのことをすごく注目されて。本当にありがたいと思います。はい、もう2人の記者の方と話したんですが、すごい優しく私についていろんなことを褒めてくれたり書いてくれたりして、本当に本当にありがたいと思いますね。と、新橋の時、前に新橋でライブをやったんですが、はい、その時も来て写真も撮ってくれたり、その情報を載せてくれたりしました。そういう新橋とかでライブとかやって、はいはい、ファンの方が、ね、テレビとかで知ってるわけじゃないですか。そうですよね。そういう方が、ね、こう集まってきてくれるってすごい嬉しくないですか。嬉しいんです。でもまだまだ、うん、まだ知らない人、うん、方がもっと多いと思いますが、でも毎ライブ毎回毎回来てくれる人もいるので、本当に、はい、本当にありがたいと思います。今はライブどういうところでやられてるんですか。今はキャンペーンでいろんな各地を、例えばどんなところに行ってます、ね、
九州と大阪と仙台と、うんうん、あと四国と言ってるんですが、うん、あの四国とか九州のどんな場所で歌うんですか。野外とか小さい、うん、ステージで、はい、小さいステージで例えば、うん、シディアさんの中にステージあれば、うん、インストアライブとかやってたりするんですが、そこで、あ、そう、結構ね、はい、こう次回直接ファンの方とこう、はい、会えるでしょ。そうです、近いんです、ここまで前ので、うん、それはなんかいいでしょ。いいですね。ライブの方が私はもっといいです。あ、やっぱりね、ライブの方を聞いてもらいたいです。でもシンディさんの場合ピアノもやっていたんで、はい、これから先もう少し日本語を覚えてきたら、はい、あの自分で作詞作曲、そうです ね、シンガーソングライター、はい、ぜひやりたいです。としてもね、やっていけるだけの力持ってるよね。今は作曲は頑張ってるんですが、うん、ね、作曲はもうね、はい、作詞はもうちょっとかかりますか ね、そうだね。あるいはあの各国で作ったのを訳してもらうっていう ね、 そうですね、やり方もあるだろうしね。そうですよ ね、 ね、頑張ります。いつかはぜひ、ね、でもそういう面ではすごく可能性のあるアーティストですね。 ありがとうございます。頑張ります、ね、歌唱力もあるし、はい、でもまだ4月にねこの初めての曲がリリースされてまだ5、6、7、もうまだ8月ですからね、まあ、3、4ヶ月しか経ってない、はい、ですよね。まだまだですね、はい、でもそれでテレビの番組のエンディング曲に選ばれるとか、はい、これってすごいことだよね。そうですよね。自分の曲をテレビで聞いた時どう思いました？日本でたけしの最後の、うん、初めてこうされた時見たんですが、うん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 、もう本当に大きく長く流れると思ってすごい期待してみたんです。実はでもすごいことだとは分かってます。はい、分かってますが、最初はあ、こんなにちっちゃいと思ってあ、流れてるなと思ったらもう終わっちゃってもう終わりと思ったんです。そっか、短すぎるぞと思ったわけだ。もう終わりと思ったんですが、でも出た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 、すごいと思った。そうかそうか、まあね、なかなかね、過去から加えて あそこのあの番組で取り上げられることがどれぐらいすごいかわからないもんね。そうです、分からなかったんですが ね、 いや大変なことなんですよ。でも今は名前でも載せてくれればもらえればいいなと思ってます。そうだよね。来週はですね、はい、日本に来て約1年、はい、その思い出話、苦労話、はい、あるいは将来の夢とか、はい、あとね、大好きな言葉、座右の銘って呼んでますが、はい、そんなものもご紹介いただければと思っておりますんでね、はい、ぜひまた来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもいいんです。ありがとうございました。はい、毎回ご案内しておりますが、はい、からトップページの左上にポストのマークがございますので、そこをクリックしてください。この番組へのご意見ご感想などメールすることができます。シンディさんへの応援メールお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あの日本のテレビは、はい、あのなかなか見れないかもしれませんが、このインターネット、この番組は、はい、韓国通じてますからね。あ、本当ですか。インターネットですから。あ、よかった、友達にいます、ね、ですからあの見ることできるんで。あ、よかったよかった。ぜひ友達に宣伝していただいて、はい、ぜひありがとうございます。韓国の方にもぜひ愛から漫才見ていただければと本当に思っておりますんでね、ぜひあの、はい、宣伝していただければと思います。いつも見たい見たいと言ってますか。本当にこれはね、はい、世界で見れますんで。あ、本当ですか。はい、すごいですね。インターネットはね、はい、世界各国をつないでおりますので、そうですね、よろしくお願いします。それじゃあシンディさん、また来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。次回は7月最後になりますね。7月30日この番組でまたお会いいたしましょう。それでは皆様、さよなら。見送るみんなの笑顔が
が欲